今回ですけども、メイン PC に使用している無線 LAN の子機が壊れてしまいまして、こちらですが、使用できないと困るので、今は 150Mbps の遅い子機を入れて、使用しております。以前はこちらの Amazon で購入したうさんくさい子機を使用していましたが、おそらく中華製ですね。今回はこちらを購入しました。こちらもですね、ノーブランドで、おそらく中華製のね、若干うさんくさいですが、1300Mbps の USB3.0、IEEE802.11AC、対応の Wi-Fi アンテナですね。購入価格は1519円ですね。Amazon なので送料は無料です。まあ普通に使えれば安いと思います。では今回はこちらのノーブランドの子機と、今臨時で使用している 150Mbps の子機と、あとノート PC を有線でつないで3通りの速度を計測してみたいと思います。うちのネット回線はニューロ光の戸建てタイプとなります。お、メモリーが入ってる。こんな感じで、USB メモリーが入ってますが、おそらくね、こちらはドライバーですね。基本的にはドライバーなしで動いてしまうと思いますが、こちらね、USB メモリーでね、ドライバーが入ってますね。結構親切ですね。こんな感じですね。こちらがね、前回購入した壊れたものですが、形は似てますが同じものではないですね。ではまず現在使用している 150Mbps の無線 LAN 機の方からね、速度の方を測りたいと思います。ではね、まずこちらが 150Mbps の子機の結果ですが、下りが 52Mbps で、上りが 42Mbps。 ビットパーセコンドだとちょっとね、分かりにくいと思うので、バイト表示で、下りが 6.5Mbps、 上りが 5.3Mbps ですね。こんな感じとなりますね。では次に今回購入した無線 LAN 子機アンテナをつないで計測の方してみたいと思います。はい。ではこちらね、2.4GB の方の結果ですが、下りが 77Mbps、で、上りが 90Mbps、メガバイト表示で、下りが 9.6Mbps ですね。で、上りが 11Mbps。上りの方が早いですね。最初に測った 150Mbps の子機と比べると、約2倍くらいの速度となっています。では次に、5GHz の方でね、測定してみます。5GHz の結果となります。やっぱり早いですね。
下りで 208Mbps、 上りで 207Mbps、 まあ、上りも下りも同じデータが出てますね。メガバイト表示で上りも下りもね、26メガ出てますね。やはりだいぶ速くなりますね。最初に測った150Mbps と比べると5倍くらいの速度となります。商品ページでは 1300Mbps とね歌ってましたが、まあさすがにねそこまで出るわけはなく、うちの環境では200メガですね、 208Mbps。 まあこれだけ出ていればインターネットをやる環境ではね何も問題はないのでね、十分満足はしておりますが、こんな感じとなります。では最後に有線でつないでみた結果の方を見てみたいと思います。はい、こんな感じで有線 LAN でつないだノート PC の回線速度となりますが、下りが 89Mbps、 上りで 92Mbps、 バイト表示でともに 11Mbps 程度となります。速度が遅いのでうちの環境のマックススピードは出てないですね。おそらく古い PC なので LAN カードの能力が低いのかと思われます。ちょっとね意外な結果となってしまいました。ではねデータの方を整理します。はい、こんな感じで今回測定したデータをまとめてみました。今回購入した無線 LAN 呼気の 5GB 帯のスピードが圧倒的となる結果となりました。どんな条件をもってしても 1300Mbps は出るはずはないと思いますが、速度的には十分速いです。バイト表示で 10Mbps 程度出ていれば体感スピードは目に見えて変わることはないと思います。データのダウンロード、アップロードではかなり変わりますね。BPS、ビットパーセコンドの略ですが、分かりにくい場合は8で割るとバイト表示となります。基本的に PC ではビット表示はしていないので、非常にね紛らしいですね。ノート PC を有線でつないだ結果ですが、LANカードが古いせいで光回線の能力は全く発揮できませんでした。本来であれば有線が一番速くなると思います。それについて 5GHz の Wi-Fi がどれだけロスなく速度を出せるのかも見たかったですね。無線接続の PC が遅いと感じている方などいましたら、ぜひねご参考にしてください。今回の動画は以上です。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。